こちらのラベンダーポカとコンディショナーを紹介していきます。こちらは髪に張り腰やツヤが欲しい方におすすめのコンディショナーで、ダメージをケアしながら根元ふんわりツヤのある髪に導いてくれるのが特徴です。このように中身を出していただきますと、白くコクのあるテクスチャーが特徴で、ラベンダーの優しくリラックスする香りが広がります。使い方を説明していきます。こちらシャンプー後、髪の水気をしっかりと切っていただいてから、手のひらに適量を出していただき、軽くなじませていただいてから、毛先から根元までしっかりとなじませていきます。このように目の洗いコームもしくは指を使っていただき、しっかりとなじませていきます。またこちらヘッドスパもできるコンディショナーとなっておりますので、指の腹を使っていただき、軽くマッサージをしていただくのもおすすめとなっております。その後1分から3分置いていきます。その際にホットタオルなどで包み込んでいただくとより効果的です。最後にぬるま湯で軽く洗い流していきます。こちらのラベンダーアボカドコンディショナーは、アボカドオイルが髪にツヤとしなやかさを与え、加水分解米タンパクが指通りの良い滑らかな髪に導いてくれるコンディショナーとなっております。